あ、いい感じかな。シートベルトだったら楽なんだけどな。こんな感じ？これだとあんまり飛行性良くない？え、どこがいいんだろう。わかんない、不安だな。こんなんでいいかな。あー、なんか Vlogger っぽいな。はい、ということで本日が7月の7日でございますけど、昨日まで私九州に旅行行っておりました。イエー、もう誕生日旅行っていうような感じでね、九州の方行っておりました。まあ去年もね、誕生日は宮崎で過ごしたんですよ。で、去年本当は九州一周したかったんだけど、去年ね、そのタイミングでなんか台風来てたんよ。だから今回は次こそはっていうことで九州一周旅行してきました。またその様子はね、なんか Vlog みたいな感じで上げたいと思います、こう断片的にね。ということで本日はもう先週動画上げたから今週もしっかり撮らなきゃっていうことで撮っておりますけどっていうような感じですね。はい、もう本日今現在が18時でございます。18時で、まあ、さっきまでいろいろ仕事しててって感じなんですけど、現在はコンジュたちをお迎えに行っております。まあ私がこう日本に行くたびにペットホテル預けてるんですけどね。まあほんとね、ペットホテル預けるのも心苦しいんですよね、正直。いやー、コンジュたちに申し訳ない。コンジュとイブはねえ、でもあいつらなんか楽しそうなんだよな、ペットホテル。やっぱこういろんなワンちゃんこうね絡めたりとかして、すごい楽しそうな感じで、あ、うちのねペットホテル毎日ね朝と夕方ぐらいに写真と動画が必ず送られてくるんですよ。まあ、だからうちのペットホテル大好きっていうところもあってね、もう安心してもずっとそこにお預けしてるっていうような感じなんだけど、もうペットホテル考えようですよね。まあ本当だったらペットホテルも預けたくはないんですよ。でもね、僕のやっぱ仕事の影響とかもあるし、まあ今回は普通にプライベートっていうところだったんですけど、そこに関しては本当にコンチちゃんたちごめんなさいっていう状況、おそらく来るだろうね、コメント欄で。そんなんだったらワンちゃん飼わないでください、かわいそうです、親として失格ですみたいな。もうペットホテル預けなきゃいけないタイミングもあるでしょって。まあその気持ちもわかるんだけどさ、まあだからまあそんなこともあって、まあ韓国に住んでるからっていうところも結構でかかったりするんですよ。じゃあこれがはたまたもう日本だったらよ、預けられる人がいるわけよ。例えば実家だったりとか、まあ姉もいっぱいいたりとかするし、こうやっぱ預けられる環境があったりするわけよ。で友達とかも多いし、やっぱこっちとかだと友達も言うて少ないから、パッて預けられたりとかできないんですよ。こうたまにね、ユージとかに預けてみたいなことはあったりとかするんですけど、もうユージ先生もね忙しいからね、なかなかできなかったりするっていうところで、まあ、今回も基本的にはね、今回もっていうかペットホテルにお預けしてっていうような感じですね。まあ、僕も本当ね、こうポップアップだなんだとかね、今回も7月ポップアップ行きますけど、ペットホテルね預けてっていうことが多いんですけど、いやーもうね、本当コンジとかイブのために日本帰ろうかな。コンジュたちを日本に連れて帰ってってしたら、やっぱりね、安心してこうペットホテルとかじゃなくてもっていう状況にできたりとかもするから、やっぱコンジュたちのためにも日本にもうそろそろ帰ろうかなみたいな。もうだって言うてもう5年住んでますから、こっちに、こっちに5年も住んでってなって、もうちょっと前とかはコロナがあったから、もう完全に日本から韓国に来れなかったじゃないですか。でビザがあったんで、それの影響もあって韓国住んでで、すごい良かったけど、今やもう行ったり来たりが安いのよ。もうできるし、だって俺この間福岡経由だったんだけど、福岡着福岡発っていう感じだったんだけど、往復で2万切ってたからね。安くない？韓国だし、まあ来週も大阪行くんですけど、片道ね8000いくらだったよ。めっちゃ安いもん。だから、まあ、わしがもう出張芸人みたいな感じに行って、で日本はもう友達だったりとか家族だったりとかにコンジュたち見てもらってみたいな状況を作ってってするのがいいのかなっていう。まあ、やっぱり僕もどうしてもね、ポップアップだなんだだったり、まあ、案件の仕事だったりとか、トゥワイスのライブとかなんかもろもろで日本行ったり来たりとか海外行ったりとかもすごい多い人間なのでね、その都度コンジュイブたちをね預けてってなったらね、やっぱ心苦しかったりもするし、何よりもお金がかかるね。えうちのペットホテルは安い方なんよ。
1日3000いくらとかで、あのコンジの方がやっぱ体重が重いからちょっと高かったりとかするんだけど、まあ、大体2匹で1泊7000円ぐらいするわけですよ。安い方っちゃ安い方なのよ。これがカンナムとかねだったらもっと高いから、もうマジ1匹で1泊なんか9000円とか1万とか行ったりとかするから、俺のホテル代より高いぞみたいな、ちょっとそんな状況生まれちゃうんで、ちょっと田舎の方にね、前住んでたシンリムっていう地域の方に預けてるんで、もう昔からお世話になってて、もううちのコンジュがね病気しててお薬飲んでっていうのも全部分かってくれてて、全部ちゃんと対応してくれるっていうようなね、あの感じのペットホテルさんなんで、まあ安心して預けれるっていうような感じでございますね。まあ、なんだけどやっぱりこうコンジュたちのためにもね日本に帰ろうかなっていうのもあるし、僕自身もやっぱ出張が多くてもうそろそろ日本に帰ろうかなっていう風に正直思ってますね。で、コンジュたちの申請とかも実はもう始めてるんですよ。いつでも日本に帰れるようにっていうね、状況を取れるように一応準備はしております。病院さんの方に行って大変なのよ、それも半年以上かかんのよ。だからもうすぐね日本に帰るっていうわけではなく、半年ぐらいはかかっちゃうっていうような状況ですね。まあ、なんで、まあ、今年いっぱいはないとしても、まあ、来年ぐらいに向けて日本に帰る準備しようかなっていうふうには実は思ってるっていうような状況です。はい。てかね、わしが韓国に住んでるの知らない人まだいるからね。俺それこそ昨日も、まあ、てか毎回なんだけど、韓国ただいまってストーリーあげんのよ。韓国帰ってくるたびね、もう韓国が家があるから、私は韓国が家じゃないですか。で、韓国ただいまってストーリーあげると、韓国住んでるんですかっていう DM とかめっちゃ来る。未だに韓国住んでるの知らないんだみたいな人もやっぱいたりとかしますからね。もうどこにいてもいいんだろうなっていう正直 YouTuber っていうこの仕事ね、電波が届けばネットが使えりゃどこでも仕事できるっていうね、最強の仕事ですから、場所は選ばないんですよ。しかも僕もね、正直どこに住んだっていいっていうような人間なので、まあだったら一番仕事的に楽で、しかもコンジュたちにも迷惑かからない、寂しい思いさせないっていう状況にね、負担かけないようにっていうようにねしていきたいなっていうふうに思います。いやー、もうどこに住む？どこに住もうか。もう個人的には宮崎はやっぱ地元じゃん。なんだけどちょっと宮崎はねだらけちゃう。はい、だらけちゃいます。僕大変です、そんな生活してたら。なので宮崎はちょっとないかなっていうのと、あと東京は友達が多すぎて毎日飲みに出ちゃう、よくない、そんな状況はよくないっていうことで、ちょっと東京もなしかなっていうような状況で、わしが一番いいなって思うのはやっぱり福岡か北海道。もう福岡は何よりも韓国行くのが楽、めちゃくちゃ楽だし、東京行くのにも別に新幹線もあるし、しかも博多周辺に住むじゃん絶対、福岡住むとしたら。で、博多空港がめちゃくちゃ近いんよ。やっぱね、福岡行くたび今回も思ったけど、めっちゃ楽ね、超楽だって。15分ぐらいで着くんだよ博多駅から。もう空港の近くに家建ててもいいもんね、最高じゃん。博多もすぐ行きやすいし楽、絶妙にちょうどいい都会感、最高で。北海道はまあ似たような感じで、ちょうどいい都会感と、あとね、なんかわかんないけど北海道の人俺大好きなんだよ。なんか道民ってなんかね、独特のこのなんかちょっと柔らかさっていうかあって、そこがねなんかすっごい性に合うの。だから北海道は友達がそもそも多いんだよ。おじいちゃん大丈夫？だからそういった面でもやっぱり北海道はありだなっていうところですよね。最高です。ただ雪がっていうぐらいかなね。まあでも雪とか降ってたら、韓国でもそうだけど引きこもるから、まあ正直家があったらどこでもいいんだよねなんで住むとしたらどこかなっていうような感じですけど、まあ皆さんね楽しみにしといてください。ちゃんと報告します。てかさ、今回新しくカメラ買ったんですよ、オズモポケット3。よくない？今ちょうどねオズモポケットで撮ってんだけど、一応ね試しでデータ容量がちっちゃい方がいいなっていうことで、一応ね 1080p の24フレームでなんか映画とかと一緒のような感じだから、ちょっとフレームレートがいつもと違う、ちょっとカクついたっていうかさ、なんか変な感じには見えると思います。これはオズモの仕様とかじゃなくて僕がやってる設定なので関係ないんですけど、どうですか？もうねこの車中の動画を撮るっていうのにも使いたかったのよ。
なんでかっていうと、韓国にせっかく住んでんだったら、もうさっきも言った通り韓国に住んでるっていう知らない人も多いから、車運転してんじゃん。でずっとこの風景じゃん。だったら外の方を撮りたいなみたいな、撮って韓国の風景ちょっとでもお届けしたいなと思って、両方撮れるようにずっと試行錯誤してんのよ、ここ数年ね。で前買ったのが GoPro の360度カメラ、それ買ってもう両方撮っとけば大丈夫しようと思ったんだけど、編集がしんどいのよ。ちょっとなんかね、軸がずれてくんだよね。だからそれで、はい、ボツみたいな、もう結局使わなくなりました。売ろっかな GoPro360 度使ってないもん。それダメでした。で次、もう先月買ったんだけど、インスタ360、初めてインスタ360買ったんだけどの X4 かな、新しいやつ買ったのよ。 8K まで撮れますみたいな、めちゃくちゃいいの。360度カメラとしては最強、マジで Vlog 撮るとかでも最強なんだけど、ね、やっぱこの車の動画で一回使ってみたのよ。ナヨンさんのおた大陸で使ってみたんだけど、ちょっとね、操作がね、地味にむずい。ずっと縦画面だから、俺これ横画面撮れてんのかなと思ったら、ずっと縦画面で撮ってたりもあるし、両方で撮るってなったら容量が大きいんだよ。データ容量大きくて、でうちって 4K で動画配信とかしてないから、4K で撮んなくていいんだけど、やっぱり360度ってなるとそもそもがでかくなるし、あとこうちゃんとね、それを普通の16対9のこの動画のサイズにしようと思ったら編集しなきゃいけないよ。でもやっぱり GoPro360 とかよりかは全然いいんだけど、やっぱりねむずいんだよ、しんどいのよ。なんかこうポイント打ってこっちを撮る、じゃあ反対側あれしてみたいな。で次考えたのがこのオズモポケット3なのよ。でこれのいいところが、もう普通にね、まずジンバルがついてるから、もうガタつきとかは少ないと思う。なんか横のあれとかはいいんだけど、縦がやっぱ弱いとは聞くけどね。まあどうなのか、これ編集してみてって感じだけど、あとはオズモポケットね、1の方一番最初のやつは僕持ってんのよ。けどやっぱ画質もちょっと悪かったりとか、暗所にそんな強くなかったりとかするから、どうなんだろうと思ってたけど、いろんなレビューね、やっぱ瀬戸さんだったりとか、こういろいろケイスケさんとかね、トバログさんとか、こういろいろねガジェット系見てて、あやっぱいいなみたいな。暗所にも強いし、あとは横画面にできるのよ。横画面にして超楽っていうのと、なんかクリエイターボックスっていうのを買えば超楽みたいな。でプラスこれマイク、このマイクがめっちゃいいの。これの1個前のマイクは持ってんだけど、 DJI のこれワイヤレスで、今これ何もアダプターとかもつけずにオズモポケット3はいけんのよ。それがめっちゃ楽だし、意外とこいつ音がいいっていうことに気づいて買っちゃいました。プラスアルファこれボタンをポッポッと置くと、押すと見てください、こうやってね簡単に反対側向けれんのよ。もうここもやっぱりねいいところ、やっぱ360度で撮らなくていいわけよ。やっぱ喋ってる時はずっとこっちの方向けてるし、じゃあそれでは今から行きたいと思いますっつって、じゃあ反対側の風景どうぞってこうやってわし撮ったりとかするから、韓国の風景どうぞって撮ったりとかするから、喋ってないんだよ。ただ素材だけで欲しかったってだけだから、結局いらなかったんだよ。だったらもうこんな感じでもうワンクリックでさ、こっちに向けてってすればよくねみたいな。しかも今ちょうどね、今18時の、しかもね超雨だったんだけど、超暗いの、正直言って超暗いんだけど、こんだけ今暗所性能グーって今明るくしてくれたっしょ、しっかり撮ってくれんのよ、これめっちゃよくない。だからちょっとオズモポケットがもう僕の最終の答えになりました。最高です。ちゃんと横画面で分かりやすいし、もうこれでいいじゃんっていう。にしても雨強くない？怖い。どうですかこの雨で、結構外今バシャ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 ってうるさいんだけど、今一応ピンマイクつけてて、どうなんだろう、音の感じはいい感じに撮れてんのかな。まあそこら辺もどうなのか試してみてっていうような感じですね。まあ現状試してるっていうような状況なんですけど、どうでしょうか。俺こんな中昆虫たちのお迎え、辛いんだけど、絶対あの子たちビシビシになるじゃん、私も含め。どうしよう、2匹抱えながらなのよ、大変なんだけど。ちょっと歩くし駐車場まで、ああもうやだ、屋根ないからどうしよう。私の恋だ、寂しいな、やっぱ寂しいな。영수증 필요하세요? 괜찮아요.
帰ってきました。こんな感じで本日イブお迎えに上がりました。それではダメ、やばい、傘忘れた、最悪。無事濡れずに着いたね。よかったね、濡れずに着いたね。はい、イブもお帰り。はい、コンジュもお帰り。はい、おしゃ、帰るか。どうでしたか、二人とも楽しかったですか。お友達は増えましたか。なんか今回コーギーもいたね。コンジュ、コーギーのお友達増えた。全然あんた話聞かんね。私の話全然聞かんね。コンジュさん、お外が気になるね。お外が気になるし、イブは私ばっか見てるね。あ、眠いのね。わかった。そのイブをこう通り越してあれするのやめて。いやね、この子たちがねペットホテルもう気に入ってくれるなら全然いいんですけど、でもやっぱりさっきの話戻るけどさ、日本帰ろうかなっていうね。どう、あんたたち日本どうですか。日本行ったらこうやっぱこう楽しいこともいっぱいあるだろうし、あんたたちがこうストレスが少ないこととかもあるかもしんないし、あとは保険ね。あと韓国はペット保険があるんだけど、もうなんかね、何かが適用しなくて何かだけ適用するみたいな感じの保険しかなくて、だからもう韓国でペット飼ってる人ってみんなこう保険とかあんまり入らないみたいな。いやもうそれがね、日本だとペット保険っていうかね、そういうの入れたりとかするから、どうしようかって感じだよね。日本行きたい？日本行く？日本帰りたい？帰りたいってか行ったこともないんか、あんたたち。日本は韓国生まれ韓国育ちだわ。そんな感じにコンジちゃんたちどうしようかっていう風に考えておりますね。皆さんもぜひぜひなんかアドバイスとかあったらぜひぜひください。まあなんかペットホテルとかそういう話とかするとさ、批判的な言葉とかもすごい来るかもしれないけど、全然いいです、書いてください。はい、よろしくお願いしますっていうような感じで本日の動画終わっていきたいと思います。これもね、編集今現在が18時38分だから、まあ19時過ぎぐらいに家着いて、でそっから編集どんぐらいかかるかみたいなね。まあ言うてもカット割りとみたいな、あの字幕も全部 AI なんで、あのコンジュのこと昆虫って出たりとかしちゃうけど、あの許して。はい、まあでもなんかテロップがあった方がやっぱ見やすいから、少なからずね。で意外と性能はいいんだよね、これカットクリップの AI ね。サグワに教えてもらってこれ使ってんだけど、意外といいから良きですね。てかそもそもコンジュってあの韓国語だから難しいよね。それは昆虫とか根性とかいろいろね、漢字になっちゃいますよね。まあ誤字とかいろいろ多いですけど、温かく見守ってください。こっちの方が編集早いんですね、文字起こしとかね、というような形で、まあ今週の Vlog みたいな感じでお届けしました。まあまたね、来週から、Vlog とかもちょこちょこ上げていこうと思います。それではまた次回の動画で会いましょう。またね。そしてポップアップ来月、来週からありますから、ぜひぜひ遊び来てみてください。よろしくお願いします。この後にあの情報とか出るから、エンディング見てね。ということでバイバイ、アンニョン言って、あんたたち。はい、あとお家帰るだけよ、あんたたち。はい、よかった、あんたたちが元気ならそれでよき。え、虫ですか。Thank you.